起きてテレビをつけると、悲惨な殺人事件のニュースが報道されていた。しかも場所はいつも通っているあの通りだ。これってもしかして昨日の、気をつけなくちゃ。そして一日が終わり、自宅で一息ついてると、インターホンが鳴った。すぐさまモニターを確認すると、警察官が立っている。夜分遅くに失礼します。警察です。え？警察？急いで玄関を開けると、警察官が一人立っていた。すいません、私、丸交番の者なんですか？お一人ですか？はい。あのどうしたんですか？最近この付近で物騒な事件があったのですか？それで聞き込みをしているんですよ。ひょっとして、あの殺人事件ですか？はい、そうなんです。犯人はまだ捕まってないので、何か心当たりはございますか？いえ、特には。そうですか。もし何か情報がございましたら、ご連絡ください。警察官は携帯の番号を書いて渡し去ってった。数日後、朝起きてテレビをつけると、この前の犯人が捕まったという報道が、ほっとしたのもつかの間、犯人の顔を見て凍りついた。その犯人は、家を訪れたあの警察官だった。犯人が警察官になりすまし、自分を目撃した人がいないか、探していたらしい。